ねえ、ちょっとこっちにも行ってみよっか。剣ね。矢どっかにないかな。よいしょ。失礼します。まったく、ドアをね、ちゃんと閉めとかないと。シルクタッチ、シルクタッチ、終電、終電。どっかにありそうだぞ、これ。ないか。なんだ、なんだ。本当にないか。本当に？これちょっと一個いただいちゃってもいいよね。これはね、いいよね。これ、どなたのハウス？カラタ先輩？うん、あ、ミコ先輩？あ、ミコ先輩か。ミコ先輩、じゃあお世話になります。あ、てなわけで桜がいっぱいあるわけだ。綺麗なお家だな。綺麗なお家、憧れるわ。ちょっと松明って持ってったら、みこちは取り放題なんだって。取っちゃおうかしら。松明も持って、いや本当にないか。シルクタッチ、シルクタッチ、修繕ドロップ増加。え、これはどう、射撃ダメージ増加5の虫特性。え、これ5か 4?4 か。え、4は微妙？惜しいか。なー、ちょっと、惜しいですね。本借りる？そうだね、本棚。あ、これちょっとお借り、お借りしちゃおうかな。1個でいい？ 1 個でいいか。フレームいいやん。あ、フレームいいんだ。でもこれ水星特攻って書いてあるよ。これ星町と、なんかダメそうじゃない。そうだよね、他になさそうな気がするので、じゃあフレームももう買っちゃおうか。フレームもちょっとお借りして。多分水星先輩よぶん殴るよみたいな感じなのかな。ここにあった荷物分別してしまったので、みこちのチェストからまた盗んでください。どういうことだ。お前らこれって取ってもいいか。ちょっともらってこ、もらってこ。いつ死ぬか知らないからもらってこ。ちょうどね、金のヘルメットも欲しいなって思ってたんだけど、なんか赤い文字があるね、これ。どうこれ。あんま良くないやつこれ。あんま良くないやつ。あ、スイちゃん先輩のやつ。じゃあ、スイちゃん先輩、ありがとうございます。金のリンゴ、いただきます。ミコ先輩、いただきます。いや、ありがたいわね、ほんとに。いや、まあ、もう十分だけど。もう十分だけど。じゃあ分かった、これを一個取ってここに置けばいいんでしょ。ああ、これで貸し借りなしな。スイちゃん先輩、これで貸し借りなしです。射撃ダメージどっかにやないかな、どっかにないかな。ミコ先輩のとこにある。でも、ウィコ先輩のは、水星先輩特攻だからダメだよね。あった？特攻以外にもあった？あった？なんだって？見落としてた。じゃあ、行ってみようか。なんだ？あったんだ。あった。ちょっと、もう一回ちょっとお邪魔しますと。これ？射撃ダメージ増加4のやつ？え、これじゃない。ダメージ軽減、ドロップ増加。これか。ちょっと、これを1個いただいて、ちょっ
っとなんかエンちゃんとの本を買って戻しとこう。それ、いや、いやワンチャンこれでもバレない説。これで貸し借りなしですよ、ミグ先輩。ああ、いい本置いちゃった。からねの、今までの生まれてから死ぬまでの歴史を語った自分の歴史の本です。大切に使ってください。ミコ先輩。ああ、これ世の中に1個しかないのにな。